皆さんこんにちは、プロゴルファーの横田慎一です。トラックマン小ネタ集ということで、今回はドライバーを使って、ドライバーのフェースだったり、ボールをこう水浸しにするとなんかスピンが変わったりするのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。プラクティスボールですけれども、この練習場のボール、コースと同じボールです。このボールを水で濡らして、フェースを水で濡らして、どんな感じでノーマルショットと違うのかっていうのをやってみたいと思います。はい、ノーマルショットいきます。だいたいこんなもんですね。ヘッドスピード 46.4、アタックアングル 4.4、 だいたい 283.4 ヤード、キャリーが 261.9、 スピンレートが2400回転。僕の場合こんなもんが普通ですかね。もうちょっとね、スピンが減るともうちょっといいですけど、2100回転前後が一番いいですけどね。これはヘッドスピード 46.3 ですけれども、ちょっとスピンが多かったかなって感じします。2900回転、そうなるとね、やっぱり距離も271ヤードあまり出ません。じゃあちょっと濡らしてやってみましょう。ここにちょっと汚いけどびっちょびちょに今濡らしました。こんな感じです。おお、すっげえ減ったスピンが。やっぱ変わるんだね、あんなびしょびしょで。あれ、でもそんなでもないね。数字上はそうでもない。でもなんか変な、こういう飛び方だったからスピン少なかったかと思ったら、そうでもない。そうでもない、あんまりじゃ関係ないのかな。ちょっともう一発やってみますね。このぐらい水、さっきのが水の持ってたかな。これは少しスピンが、乾いててもスピンが、入んない打ち方ではあった。これは少しスピンは少なくはなってるけど、でもそんなに変わんないですね、僕のイメージでいくと。ということで、僕のドライバーは溝が入ってるんで、あんまり変わんないのかなと、いう感じがしました。今回は、トラックマンを使った、小ネタシリーズ、ドライバーを使って、水をねこう濡らしてフェースにも水つけて、どういうふうに、変わるのかという実験をしましたが、そんなに変わらなかったと。僕の場合溝に穴が、溝が掘ってあります。これがねツルツルの面のドライバーでね、今度やったらどうなるのかなっていうのはやってみたいとは思うんですけれども、僕のドライバーでは、とりあえず結果はあまり変わらなかったということになりました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっといたずらで、リップクリーム塗ったらどうなのかなっていうのをやってみたいと思います。じゃあここにリップ、なんか昔なんかこれを塗ったら飛ぶようになるとかっていうの言ってたよね、なんか誰か外人の選手が。もちろんこれペナルティだと思います。じゃあボールにも塗っちゃおうかな。ね、
プラクティスマークのところここに塗って、よしこれでやってみよう、どうなるのか。いたずらちゃんです。さあお、スピン減ったよ。ちょっと待って、これ290ヤード飛んでんですけど、減った分えらいスピンが入って、でもねちょっとね今ちょっともう一回やってみよう。さあさあいきますよ。あ、なんか飛ぶような気がする。スピン減ってるじゃん。減るんかな、減るんかな、減るんかな。やるこれはダメです、これ違反です。だってなんか PGA ツアーの選手でこれ やったって人もいなかった、なんかそういうのあったよね。マジやべやばいことを知ってしまった。本当本当、この YouTube をご覧の紳士のゴルファーの皆さんは絶対に真似をしないようにお願いします。ルール違反でございます。ちょっとさ、ヘッドスピン量が減るじゃん。すっげえ球が暴れた。何これ、うわうわ、すっげえスピン落ちた。何これ、やっぱ落ちるんだスピン、すごい落ちた。いやースピン落ちてるような気がする。落ちてるね、ほらこれ当たったとこ分かります、ディンプロのあれ跡がちょっとある。よし、まあ当然なんですけれど、やっぱりスピン量が2000回転ぐらいっていうのがやっぱり、まあ、2000回転切ってもですね、やっぱスピンが落ちると結構飛ぶんですね、距離に影響するんです。だからやっぱりこれやっちゃいけない裏技として、リップクリームを塗ると飛距離が伸びるっていうのはスピンが落ちる傾向があると思うんで、これは使えないけど一応こういう結果が出ました。くれぐれも、こういうルール違反はやらないでください。バイバイ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。バイバイ。ありがとうございました。